takes up my time. And I don't really break too easily, but I'm worth it, cause I'll slip into your dreams tonight. Oh, so give me your all. I'll take it to Mars. Oh, I'll stick like glue inside your mind. Just watch me break in. おはようございます。今日は日本撮りです。11月15日ですね。空港まで行けなくて降りてきてます。時間がなくてですね、あといつも通る道が道路交通中でね、ちょっと遠回りしちゃいましたね。今日もカメラ4台体制でどんな風に映ってるかはちょっと分かりません。1台がね、なんかネジ外れたりしてちょっとマウントからねこうずれたりしたんでね、やっぱその辺ね注意しないといけないですね。まあ一応注意はしてやってるんですけど、まだこの4大体制 GoPro Hero 9に対して この撮影のローテーションがねうまくできてないっていうのが一番ありますね。音声もね取り忘れとかやっぱりあったりして、まだまだもうちょっと練習が必要かな。で編集環境もねダヴィンチリゾルブに移行したいんですけど、17のベータバージョンでまだね、キーが来てないんですよ。そのためにねフルで撮れないんで、フルで機能は使えないん でフルで機能は使えないって何が起こってるかというと、要は 4K で書き出しができないんですよ。なのでまだ透明ファイナルカットプロでやっていこうかなって思ってます。いやでも本当に気持ちいいですよ。今日めちゃくちゃもうオープン最高です。言うことない。この気持ちよさね、通勤ですからね、本当にいつも言いますけど、堀江さんの動画見てくださいました皆さん、もう本当にいいですよ。大好きですね堀江さんね。で今日はね、またコペのいいところ悪いところちょっとだけね言おうかなって思ってますね。まあ長い間乗ってて、やっぱりここはどうしてもというのがね、まあ、だいぶ私もいじっちゃってるんでね、ノーマルの良さ悪さがいまいちよく分かんないっていうのはあるんですよ。だいぶ自分なりにねこう問題点をねカスタムで解消してきてるんで、ただねここはそのままでいいかなって思うところは何箇所かやっぱりありますね。まあ毎回この間も言いましたけど、エアクリーナーですね。エアクリーナーはやっぱりちょっと、ノーマルのままで良かったかな。まあ変えるとしてもディスポのスポーツのね、フィルターでいいかなってっていう状態はちょっとありますね。あと私は補強を結構してあるんで、補強についてはねもうこれはまあ私は個人的に良かったなと思ってるんですけど、普通の人が普通に乗る分には必要かって言われるとちょっと微妙っちゃ微妙ですね。私はどうしてもねハイグリップタイヤ S タイヤ系のものを履いちゃうんで、どうしてもやっぱり剛性高い方がいいかなって言って使ってます。でもそこまでカリカリにやってるわけじゃないんで、あとはねやっぱシートでしたね。最初の頃は良かったんですけど、やっぱり経年劣化でやっぱきつくなってきたんでね、これはね、あとそれからそもそもシートがね高すぎですよ。開発者の方から要するといやみんなに合わせてあるって、誰でも合うように作ってあるって言うんですけど、私には合いませんでした。ごめんなさい本当にね、ちゃんとシート合わせようったって、そもそも、足に合わせたらもうシート一番後ろに下げなきゃいけなくて、そうするとシフトレバーが届かないんですよ。でハンドルも上げなきゃいけない状態があるんで、もうそもそもがちょっと難しいかなって、頭出ちゃうんで、どんなもうこればっかり変えようがないでしょ。ね、頭がちょっと出てしまうというのは変えようがないんでね、それはもうそういうシートなんでもうしょうがないっていう。今はねやっぱシートコーンも下げましたし、それから薄くしたんでね、それからハンドルを手前に出したので、だいぶ運転環境は全然違います。あとそれからシフトレバーも手前に来るように調整してあります。もう相当手前に来てます。だから一足も普通にシート下げた状態でもちゃんと一足入れることができます。ノーマルシートの時一番後ろまで下げたら下げ後ろねちょっと下げなきゃいけない時もあったんで、こういっぱいいろんなものを着込んだりすると、下げなきゃいけないことがあったんで、そんな時届かないですよ一足に、指先でこういう状態なんでね、
今は全然普通に届く状態ですね。うん、まあ、そのくらいかな。あのやっぱりね、不便っていう、あと不便はでもこればっかりはね根本的な問題なんでどうにもできないんですけど、2人乗りっていうことというか、荷物があって、荷物は積めるんですけど積んじゃうとオープンできないとかってね、そういう細かいことを、細かくはないかね、ありますね。うん、なのでそこはね、1人で乗るとか私みたいに通勤で使うっていうのには全然いいと思いますよ。特に雪のない地域でね、雪が少ない地域で通勤で使う分にはもう多分私最高かな。うん、誰か乗せて歩くのは全然違う話ですけどね。それこそ燃費もいいし、燃費って言えばね、私のコペンリッター12しか走んないんですけどこれはねマフラーとかエアクリとかそれがサブコンとかの調整でなってるんで、多分ね私の車、私のコペンね、それなりにちょっと馬力が出てるはずなんで、うん、ということで、もう今日はね、なんかグダグダトークになっちゃってますけども、うん、こんなんでいいかなもう気持ちいいだけなんですよ私本当に。コペン本当にこのね気持ちよさだけなんで、あコペン乗ってるっていうのはね、あと自分が気持ちよく運転できる、うん、本当に気持ちよく運転できるっていうね、こう環境を作ってるだけなんですよ。だからドライバー側は結構本当にね、それなりにねお金かかってますよ。うん、かかってるんで。ということで今日はここまでですね。いやー気持ちよかった。朝から通勤に1時間かけてますよね、20分くらいで着く距離なんですけどね、職場までね1時間かけてるってどんだけ遊んでる、遠回りしてんだっていう話ですよね。ということで今日はここまでです。ではでは。いやーいいよ、コペン乗ってから朝が充実してるわ。Just watch me breathe.